ネコニチワンワン、キナチャルとパパチャルです。はい、ということで今日はカノチャルにサプライズドッキリをしたいなと思います。カノチャルとパパチャルがアンバサダー契約をしているメーカーのマーズさんから新しいキーパーグローブが出ます。このタイプはパパチャルがリールズリーグでもうすでにパパチャルレッドを使用しているんですが、こちらのタイプのカノチャルブルーを作ってほしいとずっと言われてたので、今回マーズさんの協力のもとカノチャルブルーが完成しました。このキーパーグローブをですね、カノチャルのキーパーグローブ入れに隠して、カノチャルが学校から帰ってきたらこれを見てどんな風に驚くかっていうですね、ドッキリをちょっと撮っていきたいなと思います。はい、それではカノチャルが帰ってくるまで時飛ばし。ナイスキーパーキーパー。新しいキーパーグローブはこんな形で置いておきます。赤と青、今使ってるやつですね。準備完了です。カメラは多分気づかれないと思います。ねえカノ、うん、ちょっとさ、この間のサッカーの時さ、うん、もうキーパーグローブボロボロっぽく見えたんやけど、え、まだ全然使えるから大丈夫だよ。まだ大丈夫、うん。ちょっとまあでも一回確認しよう。もしボロボロやったらさ、またビニールとか剥がさんといけんけんさ、おちょっと持ってきて。はい、見して、はい、欲しかったやつ、新しいキーパーグローブです。イエーイ。あそこ監視カメラ、あ、監視じゃない、あそこに隠しカメラあった、あれ。見して、うん、はい、かんちゃん、はい、はい、どう、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、これずっとパパちゃんが持ってて、ずっとカノが欲しいって言ってたやつ。そう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 、パパチャルはここの猫ロゴが赤、そう赤ね。で今日この後レビューしたかったんですが、うん、今日カノチャルピアノでしょ、うん、今日はできないので、うん、また明日しよう。はい、カノ今日一緒に寝る、グローブと。そっか、どうぞ。最近サッカーボールと一緒にずっと寝とるもんね。オッケー、じゃあビニール剥がして明日自主練と、その時にレビューしましょう。はい、はい、嬉しい。俺言っとかなきゃ。マーズの、マーズのオイラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。大事にしようね。うん、はい、カノチャル TV チャット。
ちゃん。小麦も気になった。今何してるんですか。クリップのこのテープ剥がしてる。ビニールね。うん。楽しい。見てビニール剥がせたよ。綺麗に剥がせた。うん。うん、よかった。見てて。うん。おー、グリップすごい、うん、あーすごいね。出ていくよ。うん、おー、うん、わーすごいね、うん、はい、ということで今日はこの後何するんですか。自主練をします。はい、じゃあ着替えてお庭に出ましょう。はーい。楽しみ。カノチャル TV ちゃっちゃん。はい、カノチャル。はい。はい、じゃあ早速キッパグローブのレビューをしていきましょう。はい。はい。あれ？ボールが？新しいの買った。ね、新しいのが来たんだよね。はい。じゃあサッカーボールも大事にしていきましょう。はい。ということでまずは。キーパーグローブです。はい、 はい、まず青の方がカノチャルブルー、はい、赤の方がパパチャルレッド、はい、となります。で今回はステアーズ、ステアーズ、はい、かけるカノチャル TV のコラボのキーパーグローブとなっています。はい、なので定番商品のマーズのキーパーグローブのステアーズにカノチャルロゴがついたと思ってください。ただ少し違う点があります。それはですね、こちらのプロテクションゾーンが ついているというところですね。でパパチャルレッドの方は今これはリールズリーグで、使用しているモデルになるので、プロテクションゾーンはついてないですが、販売される時はつくことになると思います。まず指のところですね。今までのカノチャルモデルはネガティブカットだったんですが、5N フィット、ね、という形で人差し指、小指、そして親指の部分ですね、が巻かれているような状況で、よりフィット感が出るようなキーパーグローブになっています。はい、 はい、パパチャルレッドの方も基本的には同じ作りになっています。はい、はい、で中はですね、中ずれ防止のゲルが入っていまして、はい、で今までと違うのはこちらオールラテックスになっているので、今まではネオプレンだったり、カノチャルモデル第1弾はネオプレン、第2弾はメッシュで、第3弾こちらですね、はラテックスになっているので、すごい柔らかいパームのね、生地になってます。はい、でしっかりとパンチングゾーンもこんな形でラテックスではあるんですがついています。はい、はい、まあ簡単に、レビューをするとこんな感じになります。はい、はい、うちの絵がすごいかわいい。かわいいね。これさ、うん、この猫ちゃんは水色と赤で違う、うん、そうね、カノチャルブルーとパボチャルレッドではここの色が違います。はい、もうパパチャルレッドの方のほらすごいすごいでしょね。カノチャル最後やりたい、うん、はい、悪魔のパームグリップかと言われているので、すごいグリップ力になっています。はい、はい、ということでじゃあカノチャル、はい、手につけてレビューやっていきましょう。はい、でカノチャルの意見を聞かせてください。はい、はい、はい、装着完了です。どんな感じですか。すごい、
うん、フィット感がある。フィット感がある。そっか、指にピタッてはまる、うん、感じがする。前回のネガティブカットよりも指のあの細さっていうか、あれはどんな感じ？あれはね、うん、すごい動かしやすい。どっちが？うん、こういうなんか指の間のところがね、うん、すごいね、こうやってやりやすい。やりやすい、うん、前回のと今回のはどっちの方がフィット感ある？こっちの方がすごいギシってなって。そうなんですね、今回のは少しタイトめに作られているので指はかなりね、フィットします。はい、はい、でちょっと見せて、そう逆も見せて、はいっていう形で、カノチャルいつも3号を使っているんですが、今回は4号を使っています。はい、その理由はさっきお話しした、今回はタイトめに作られてかなりホールド感だったりフィット感がありますので、ちょっとあのもし購入される場合は少しそこら辺も考慮していただけたらなと思います。またマーズのチャンネルで詳しいレビューの方されているので、またなんか質問とかがあればですね、マーズの方の SNS に DM とか、していただけたらなと思います。結構皆さんサイズとかこうお悩みの方もいると思います。カノチャルはいつも3号なんですが、まあちょっと手が大きくなったっていうのはあるけどね、うん、なんだけど、このステアーズ×カノチャル TV のカノチャルモデルに関しては4号使っています。はい、はい、指も別にそんなに、ちょっと見せて、めっちゃ空いてるわけじゃないんだよね、全然ここまで指はあるからね、うん、曲がんないもんね、ほら全然4号でも使用できるっていう感じかな。うん、うん、オッケー、指も動かしやすいしね、うん、うん、オッケー、丸も作りやすい、丸も作りやすい、オッケー、じゃあキャッチしていきましょう。はい、はい、指がしっかりと、ね、中でずれないしフォールドされてるからこう包まれてる感じするんだと。はい、おー、ナイスステップ、やっば、これはやばい、おー、ナイスナイス、うん、オッケー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 、はい、ラスト、おー、ナイス、どう？じゃあちょっと蹴るよ、はい、おー、ナイスナイスです、ナイスです。これさ、見たことないグリップや、グリップは一緒なんだ、一緒な、一緒だけど、多分この間までのネガティブカットと本当にこの 5N フィットっていうで、オールラテックスだからバックハンドも使えば使うほど手に馴染むから、今よりもあと何回か使った方がもっと使いやすくなるっていうモデル、極フィットっていうらしい、使えば使うほど手に馴染むっていう、まだ今日は初めてだからね、あれだけど、はい、ゴー、あー、それはグリップに助けられたね、おー、ナイスキャッチ、めっちゃいい、めっちゃいい、おー、ナイスキャッチ、いい、これやばっ、うわし、ナイスキャッチ、うわし、ナイスキャッチ、カノチャル TV、 チャッチャン、 OK、 ナイスキャッチ、よし、ちょっとカメラ、はい、どうでしたか？すごかった、すごかった、いい感じ？うん、全然見えないよ、それはい、ということで4ミリパーム、ふかふかします、ね、うん、ふかふかしてる
し、ダブルロール、そういうところは前回と変わっていません。はい、はい、がかなりこの間よりもまた性能が上がってますので、はい、ぜひ皆さんよかったら買ってみてください。はい、使ってみてください。すごいね、うん、自分の指に合うから、うん、もうちゃんと肩キャッチもできるし、すごい滑らなくていい感じ、うん、いい感じ。 OK、 じゃあレビューありがとうございました。はい、はい、ということで、おまけにて大事な発表がありますので、はい、ぜひおまけまで見てください。はい、はい、最後の一言お願いします。いつもカノチャル TV 見てくれてありがとうございます。グッドボタンお願いします。カノチャル5万人見ましたのでぜひ登録してください。それじゃあバイ、はい、バイバイ。カノチャルブルーとパパチャルレッド、はい、どちらもお願いします。はい、はい、おまけ。はい、ということでお知らせです。お知らせです。本日6月17日からカノチャルモデル第3弾発売予定です。違います。違います。受付が、始まります。はい、はい、本日6月17日から6月25日の日曜日まで約1週間、予約販売ですね、受付開始されますので、概要欄からURL ですね、飛んでもらって予約の方していただけたらなと思います。はい、はい、値段は税込み7000円プラス送料となりますので、ぜひこちらのキーパーグローブを使ってみてください。はい、そしてポンちゃんグローブ見して。カノ32ってネームがついてるね。うん、うん、こちらのネームももしかしたら近々販売、うん、つけれるようになるかもしれないので、ね、楽しみにしててください。はい、はい、あれこのチャルなんか上はかわいいね。うん、お後ろ向いて、うん、お、いいじゃん、こっち見て。はい、せーの、よいしょ。あれさっきのジャージとこれはプラシャツかな。うん、うん、かわいいね。うん、はい、後ろ向いてください。はい、ね、後ろに九州人 FC ジード片桐整骨院ね、そしてお尻にもマースね、はい、こっち見てください。はい、このウェアも近々登場するかもしれないので楽しみにしててください。はい、はい、それでは今回はキーパーグローブのレビューとね、販売について予約販売についての動画でしたね。できるだけたくさんいろんな方にですねキーパーグローブ使ってほしいよね。うん、うん、うん、のでぜひね、使って、いろいろとですねまたご意見といただけたらなと思います。はい、ということでこれおまけです。はい、じゃあみんなバイバーイ。バイバーイ。見てくれてありがとう、いいね、チャンネル登録もお願いします。